中国では今日から春節の大型連休です。例年は春節期間に延べ30億人が移動しますが、今年は4割程度にとどまる見通しです。北京駅は人の流れ、例年よりも少なく感じます。駅の入り口もですね、行列ができることなくスムーズに入ることができています。中国では旧正月にあたる明日の春節に先立ち、今日から7連休が始まりました。今年に入り、新型コロナウイルスの感染が一部地域で再拡大したことを受け、当局は市民に帰省の自粛を求めていて、春節期間に移動する人は例年の4割にあたる延べ11億5000万人にとどまる見通しです。因为父母毕竟一年比一年大了嘛，年纪还是回家多陪陪父母吧比较好。各都市では市民に帰省するのを思いとどまってもらうため、現地で使える商品券を配布するなどの対策を実施しています。